いいじゃないですか。今日は笠原オリジナルで、いろんな焼肉のタレも教えちゃう。もうお家の焼肉パーティーが楽しくなる。全部美味しいです。最高です。いいじゃん。まだまだいけちゃうな。お中元のカルピスはブドウ味が取り合いになりました。笠原です。よろしくお願いします。昔のカルピス、瓶だったから。で紙で包まれてて。お中元でさ、カルピスセットとか送られてくるとね、一本だけブドウ味とかね、あとオレンジ味とか入ってて。やっぱ珍しいからさ、子供取り合いになるわけです。最後、もう取り合いの喧嘩。今そんなジュースあげても喜ばない。子供ジュース喜ばないでしょ。むしろ、うん、僕ウーロン茶でいいですとか言っちゃうの。どういうことよ。ジュース甘いんで。甘いのを飲むのが子供だろう。と言いたい。健康志向になっちゃった。小学生のうちから。これ無添加ですかとか言っちゃうんだから。子供が。怖い時代だよ。怖いですね。うん。もうこれで終わっちゃうね。これで終わっちゃうからもうやめよう。そろそろ。うん、料理しよう。もう忘れちゃったよ、俺。今日何作るのかもう、分からなくなっちゃったもん、今。ちょっと熱くなり始めた。熱くなり始めたから、うん。じゃあ今日は、うん。何作っていただけますか、うん、だから忘れちゃったよ、これ。忘れちゃった。どうしよう。高橋君何食べたい？いや、なんかお肉ありますけど。そうだ、焼肉だ。焼肉しよう。はい、高橋君も焼肉食べたいでしょ。食べたい。焼肉パーティー。ちょうどね、焼肉のあの、特売で、今日。安かったから、近所のスーパーで。焼肉用のこの、ほら、あんじゃん。これカルビとかさ。この、ちょっとロースかなこれなんか、ちょっとほら。これもうお好みの部位でいいですよ。でお肉はまあ、その辺の好きなのを買ってきてもらうんで、今日は、まあ、せっかくだから、まあ、私もね、タレの魔術師という意味を持ってるから。タレの魔術師知らなかった。千のタレを持つ男。今日は、笠原オリジナルで、いろんな焼肉のタレも教えちゃうから。交互期待。もうお家の焼肉パーティーが楽しくなるよ、うん、じゃあねまずねこの市販のねまず焼肉用のお肉買ってきてまずこれもねちょっとね揉んで下味つけておこうと思うのね今日これカルビとあの肩ロースかなんかかなどっちも和牛の特売でしたから今日はねもうまとめて下味つけちゃうバーンと見るとどっちかなんとなくわかるから同じボウルでやっちゃうよまずお塩ね。お塩。パラパラパラ。で、お砂糖。お砂糖をね、入れるとね、やっぱしてこうね、肉がね、しっとり仕上がるんだよね。ちょっと安いお肉でも柔らかく仕上がるから、おすすめ。で、そこに胡椒。これはまあ、お好みの量入れて。パラパラパラと。白い胡椒ね。これ、ごま油。香り付け。で、ちょっとこれ、もんどく。あんまりここに醤油とかの甘辛いタレを絡めると、焼くときね、やっぱ焦げやすくなるんだよね。で、特にさ、これあの、外でバーベキューとかで、炭火でさ、網で焼くときなんかはさ、さらに焦げるのよ。だからこのシンプルなごま油にね、塩胡椒でちょっと砂糖って、これはね、この後どんなタレつけても美味しくなるから。これいいよ。もうこんな感じで、全体に絡まして。もうこれで。まず焼肉の下味はね、これでいいです。家で焼肉のタレで食べるような時も、うん、下味をつけといて。そう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 。これはまああくまでもね、僕の持論ですけれども、その後にタレをつけるとしても、やっぱりそのベースの方にある程度の味がついてた方が美味しく感じると思うんだよ。だ例えばさ、パスタもそうなんだよ、うん。パスタもさ、ソースを絡めるけれども、絶対パスタの方もさ、お湯に塩を入れて茹でてさ、パスタに味をつけるじゃん。やっぱその味が乗るんだよね、その方がね。下味があるところにさらにタレをつけた方が。で俺は、ただ焼いて肉をね、食べるよりも、ある程度の下味をつけてる方が絶対美味しいと。さあ今日はもう市販の焼肉のタレをもうこれからもうね、みんなね、買わなくても済むような、美味しいね、千のタレの中から3つ教えちゃうから。まずね、ネギダレ。ネギダレいきます。ネギはね、今日はまあ、二分の一本ぐらいでいいね。半分でいいや。で、これをまあ、みじん切りね。いつものように。まあ、いつものこの切り方ね。両方斜めに切れ目入れたら、それを端から切っていくと。まあこんな感じのみじん切りになるでしょ。さ
さあ、そしたらここにね、どん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 調味料をもうね、あとは入れていくだけです。まずこれ、コチュジャンです。まあ、韓国料理とかでよく使いますよね。コチュジャンがなかったら、豆板醤でもいいよ。豆板醤はただコチュジャンより豆板醤の方が辛いから、この半量ぐらいでね、半量から3分の1ぐらいの量にして、ちょっと砂糖とか、で大体同じような味になるんじゃないかな。ごま油。あとこれお酢ね。お酢、お醤油、お砂糖、おろしニンニク。あとはね、梅酒を入れました。これなんでこれ梅酒を入れたかっていうと、韓国の人ってね、梅エキスっていうのを売ってて使うのよ。調味料で。で、それに一番近いなと思うのが梅酒なんで、今日は梅酒を入れました。当然これお子様食べるときはちょっとお酒だから抜いちゃっていいですし、梅酒もないけど、まあそういう梅の風味つけたいって方は梅干しを叩いてさ、ちょっと入れてもらえばいい。で、全部よくこう混ぜ合わせたら、あとは仕上げにごまをパラパラと大さじ1ぐらい、今日の量だったら。はい、じゃこれでもうまず1種類ね、ピリ辛ネギダレ。ちょっと韓国風か。で、次がね、これがね、まあ一番みんなのイメージする一般的な焼肉のタレに近くなるかなっていうタレの味です。リンゴと玉ねぎね。これをまずすりおろして使いますので、リンゴはね、1個はいらないね。半分でいい。今日の量だったらね。で、皮付きでいいです。この芯と種のとこだけ取ってもらえれば。すりおろしちゃいますね、これね。それでリンゴはもうね、すりおろして、もうこの汁ごと使うからいいんですけれどもね、玉ねぎの方はこれすりおろして水気を絞りたいのよ。だから玉ねぎだけはちょっと別にまたおろして。玉ねぎはなんか前のなんかのお料理の時もやったと思うんだけど、この汁がね、苦味とかえぐみとか辛味がすごいあるわけですよ。なのでもったいなく見えるけれども、この汁を絞ってね、すりおろされた身の部分だけを使ってあげるとね、とても美味しく仕上がりますんで、ね、もうこうやってどん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 ばらけてきて、やりづらくなったら無理しないでね、危ないから。残った玉ねぎはね、みじん切りとかにして他のお料理にこれ使えばいいからね、無理してやんなくても大丈夫です。いけるところまで。こんな感じでいきましょうか。で、これをちょっと手間ですけれども、こういうガーゼとかね、さらしみたいな布で包んで水気を絞ります。ペーパータオルだとね、どうしてもきつく絞ると破けちゃう時があるから、まあできたらこういう布がいいね。で、これをしっかり絞ります。もったいないようだけど、このね、絞った汁の方にすごい苦味とかえぐみがありますから。これぐらいでいいかな。だいぶもう、こういうね、ちょっと絞りかすみたいになっちゃうけれども、これぐらいまで絞ってあげて。で、これをこちらに加えておきます。で、これね、リンゴの代わりにね、梨でも美味しいよ。桃を入れてる人もいたね。うん、まあ、リンゴが一番一年中売ってて手に入りやすいと思ってね、今日はリンゴにしました。あとはここに、お醤油ね。お醤油。で、これ蜂蜜です。まあ、リンゴと蜂蜜はね、相性がいいんだよ。西城秀樹さんも言ってたからね。であとは、おろし生姜、おろしニンニクと。で、よーく混ぜてあげて。で、あとアクセントでこれね、黒胡椒ね。黒胡椒はお好みの量を入れてください。で、これも混ぜるだけ。はい。じゃあ、これでね。あ、リンゴおろしだしね。で、三つ目ね。三つ目は、これはね、すごいさっぱりとした、ちょっと和な感じのタレね。で、これはね、塩で焼いた、それこそ炭塩とかそういうのにもとても合うタレです。これね、チューブのわさびね。チューブのわさびが、辛みがね、持続しますんでね。で、そこに入れるのが、まず、お塩と、お砂糖ね。で、そこにこれレモン汁です。レモンを絞った汁。で、ある程度わさびが溶けたら最後にこれサラダ油ね。油入れておきます。混ぜるだけ。これはもうほんとさっぱり塩味系のお肉にはすごい合うね。わさびと砂糖とお塩が溶けたら混ぜるだけでね、出来上がりなので。
今日のタレは全部ね、もう火を使わないで作れますんで。でね、この3つのタレも全般に言えるのは、焼肉以外のお料理にもいろいろ使えます。鶏肉とか豚肉とかソテーして、それにかけて食べてもいいし、お魚なんかでも美味しいよ、これかけたら。あと、唐揚げにかけたりとかね。で、全部、これ冷蔵庫に入れとけば、もう大体ね、5日間ぐらいも絶対持つから。日持ちもしますからね。いろいろ使い回していただきたいと思います。そしたら、まあ、このタレもできましたから、あとはもうお肉を焼きに行くだけね。だこのお肉はもう、ほら、お家でホットプレートがあれば、ホットプレートで焼いて、でこのタレをみんな好きなようにつけて食べればいいですけど、まあ、今日はちょっとフライパンに行ってやろうと思います。もうこの下味に油を揉み込んでるから、油も敷かなくていいね。フライパンをだいたい中火ぐらいで熱したら、あともう皆さん焼肉屋さんに行ったつもりになって焼いてあげてください。でも本当は昔の昭和の焼肉屋さんの焼肉ロースターみたいなのがあったら一番嬉しいんだけどね。最近さ、もう焼肉屋さんもさ、炭火とかさ、あと煙が出ない無煙ロースターとか一般的になってきたけど、昭和の焼肉は煙かったからね。鉄のさ、四角い、大体あれだったよね、焼肉屋さんってね。未だに あのロースターの焼肉屋さんあると嬉しいよね。興奮しちゃう。あとはもう焼き加減はね、みんなそれぞれ自分の流儀があるだろうから任せますよ。焼肉はほら、鍋奉行と一緒でさ、うるさい人いるじゃん。焼肉警察みたいな人。あと最近はもうみんなトングだもんね。昭和の頃はトングなんてなかったよ。みんな自分の箸で焼いてたもんね。今やっぱ衛生的にダメなんだよね。あ、美味しそう。だからこのね、タレだけ揉み込んでさ、なんかジップロックとかに入れて持ってって、外でバーベキューでもいいね。こんな感じで、いいじゃないですか。美味しそう。高橋くんはまだカルビいける派？まあそうですね。でもハラミが一番好きです。ああ、ハラミ美味しいね。俺もハラミ好きだわ。焼肉焼くとやっぱ絶対ハラミ頼むね。なんかいつの頃からからカルビよりハラミ、赤身好きになっちゃう。だから結局みんなそうなるんだろうね。網変えてくださいっつってもうち網ないからフライパン変えちゃう。毎年と同じやつって言うの？やっぱだんだんこうやって焦げてくじゃん。そうするとやっぱある程度まではいいけど、やっぱどん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 この焦げの風味が移っちゃうからさ、まあ一回これをきれいにするとかさ、まあそしてみんなうまいことやってってください。もううちなんかさ、たまに若いスタッフたちとさ、ご飯行こうって言うじゃん。でまあね、たまにはご馳走してあげようと思って、何食べたい、もうほぼ焼肉なんだよみんな。若い男の子多いから。そうするとさ、まあよく食うわけ。大変だよ、俺の財布も。もう高級焼肉まで行かない、普通のとこ行くけど、だってもう食べる量がすごいんだもん。男子がだってもう7、8人いるんだよ。しかもさ、最初にさ、例えばね、生ビール8杯で、同時にライスも8杯って頼むんだよ。もう最初からみんなライス食べるんだよ。俺の年になるとライスは締めじゃん。もう若いからすごいよね。生ビール飲みながら、だから乾杯って時にもうライスで乾杯間違ってしちゃいやすいんだから、もう最初からライスがあるから。まあほんと、若者の食欲はすごいよ。だってもう最初からライスずっと食べながら生も飲んでさ、ほんでまた締めに冷麺とかみんな頼んでさ、下手すりゃ最後にアイスまで食べられるもんね、みんなね。じゃあほら、やっぱね、こう、お野菜も取らなきゃいけないから、ちょっとお皿にさ、こういうちょっと生野菜系とかをさ、あとこういう貝割れとかさ、きゅうりの千切りとかでもいいよね。もうなんか肉がもう混ざっちゃったけど、もういいね、別にね。美味しく食べてください。こんな感じで。で、この美味しいタレをね、3種類。はい、じゃあこんな感じで。タレ3種類入れて、笠原流の焼肉の完成でございます。じゃあもう今日はね、もう焼肉パーティーですから、もういきなりみんなで食べましょう。はい、みんなおいで。ビールとご飯も持ってきてね。やっぱせっかくだからね。 ありがとうございます。じゃあどうもお疲れ様でした。じゃあ乾杯。乾杯。
ご飯。乾杯。あ、やめさん、タレです、これ。あ、ビールは焼肉だよね。じゃあ、焼肉パーティー。3種類のタレ、どうぞ、試してみて。全部美味しいよ。じゃあ、俺はまずね、ちょっとさっぱりレモンわさびからいっちゃうね。うん。夏これいいね。うん。おじさんは山中で言っちゃう。いや、このピリ辛ネギダレね。これちょっと韓国テイストです。これ野菜もいっぱい食べないとやっぱ。50過ぎたら。うん。うん。すごいですね。じゃあ最後、リンゴおろしダレ。一番焼肉屋さんのタレに近いかな。これがご飯に合うよ。うん。まだまだいけちゃうな。これ全部美味しいです。最高です。いいでしょ。だこれはいろいろほんと使い回せるんで、別に焼肉じゃなくても、鶏肉焼いたのとか豚肉焼いたのにかけても美味しいし、このピリ辛ネギダレなんかはさ、冷ややっことかにかけるとさ、韓国風の冷ややっこみたいになったり、これでイカのお刺身とかタイのお刺身とか入ると、うん、韓国風のお刺身みたいな。で、このリンゴおろしダレなんかね、とんかつとかね、唐揚げなんか、鶏の唐揚げとかかけたらこれ美味しい。お子さんも好きな味。で、これなんかさ、焼いたエビとかさ、魚介類も美味しい。わさびとレモンだから。カルパッチョみたいにしてね、お刺身の上にこれかけて。さすが。作っとくといろいろ使えますよ。千のタレを持つ男。タレ界の血だ。何すっごいうまいこと言った気がしたんですけどね。ミルマスカラスですよね。ミルマスカラス、今はサッカーじゃないんだよ、プロレスだよお前。何サッカー持ち出してんだよ。自分がサッカー部だったからってよ。まだそれならあれだよ、タレ界のペレ。あ、ペレとタレみたいな似てるのかな。